ようやく来ましたよ、こいつが。20ミリソケットで、実は昨日ね、もうね、あのマウントのところのネジは緩めました。で、すげえ硬そうだったんで、エアーインパクトを外しまして、ここ今緩んでます。これね、こことこっちの、まあ、4つで、あとはあそこのクラッチワイヤーのホルダーを外して、で前を緩めれば抜けるかな。で、車内のリアシートの下のアクセスホールから、シフトロッドも外してあります。あとあそこのねネジを緩めて、ここの前にも2ついるんですけど、これを緩めれば抜けるミッション動くかなって感じで、でスターターモーターの配線なんかも、外してありますので、ようやくマウントが取れる予定です。ではやってみましょう。とりあえずフロントを、フロントじゃないよ、リア外しちゃいましょう。信じらんねえぐらい華奢についてる。今外したのがこっちで、取り替え用がこっち。もう見るからにね、ここら辺のごつさがまるで違うんで、これは相当、ヘビーなやつですね。これなんかすごいね、ここの細さがもう全然違うから。でもなんか触った感じでこっちの方が全然硬いで、これはね70番ってやつで、この番手が、大きくなればなるほどこれ自体のコードが硬くなる。で78っていうのが一番硬いみたいなんですけど、あのストリートでも使えるやつでね、でそれがちょっとね欠品だったんで、今回はこの70っていうのを使っています。これでも純正の中では結構硬い方みたいので、これで、であとフロント側を抜けばかな。
これ外れてます。で引き出そうと思ったんですけど、ちょっとね作業場のスペースもあんまないので、まあ、この状態で、フロント側のこのねケースの中に今ミッションマウントがいて、もうこれ今ここの3つネジ外せば向こう側にスコッて抜けるんで、この状態でフロントを交換して、で後ろのキャリアとマウント交換して戻そう。やっと摘出できました、こいつがフロント側のミッションマウントケースで、ここにこいつがはまってる。でこれが古い方で、こっちがニューなんですけど、もう見るからになんていうんですか、みずみずしさがね全然違う。こっちはすごいやっぱりなんかしっとり滑らか、こっちガッチガチで割れてきてるとこもあるし、この中にねプレートが埋め込まれてんですけど、なんかこういうところのなんていうんですか、隙間、プレートとゴムの隙間がもう空いてきてるから、これで多分ね揺れる原因なんだろうな、こういうのも。おそらくこれは一度も変えられてない気がします。でまあカップとかネジとかちょっと掃除して、でこっちに取り替えて組み直しと。いや先がちょっと見えてきた。マウントだいたいつけて前と後ろと、これから車体にはめます。到着できました。かっこいい。ほら、前もついてはまったっすね。あとはまあ順番に戻してってって感じかな。いやしかしこうねポン付けでグレードアップできるビートルって本当に素敵な車ですねなかなかこうなる車ってないよ。いいっすね。いやゴールデンウィーク中にエンジンかかるかな。ようやく折り返しですね。一人でやってるとこのカメラをね動かせなくてアングルが難しい、ちゃんと撮れない、なんか雑編集で申し訳ないですけど、なんてまた動画撮ろうと思います。では